今シーズンは開幕戦で2本のホームランを打ちました。2本ともツーラン、北別府と紀藤からでした。そしてこれが第3号、レフトスタンドに飛び込みました。そしてこの松井のホームランが言ってみれば導火線になって、その後落合、篠塚とヒットが続いたんですが、ジャイアンツは追加点を挙げることができませんでした。今シーズン第3号のホームラン、4回の裏に打ちました松井です。昨日デッドボールを受けた影響があって、まだ右手にテーピングをしても、おーっとカメラに向かってのガッツポーズがありました。同点